はいどうもこんにちは、僕の脇毛はカーボンファイバーともしべです。嫁がね、すごく妊娠9ヶ月で苦しんでますよ。お腹が重くてね、体調が優れなそうで僕は心配しています。もうまさにうちの嫁がもうこれでプシュープッ北斗と残骸剣って感じですね。もう毎日北斗残骸剣を食らわせられてアベシしてます。僕はそもそもなんで女の人が妊娠中に男に当たりが強くなるかっていうと、なんで男はお前痛くねえくせにってちょっとは思ってると思うんですよね。だから今日僕は考えました。俺が女の痛みを知ればいい。女の人っていうのはそもそも男より痛みに強くできてるんですね。妊娠やら生理痛やらを体験しています。それを男の私が食らうことによって、女の人のなんで私だけかを排除していきたいと思います。ということで今日は女の痛み食らわせ人に来てもらいました。グレッチェン・モーガンさんです。どうぞ。おお。グレッチェン・モーガンだ。俺もっと女スパイみたいな想像してたわ。男の子みたいなやつだった。ポケットモンスターみたいな。ポケモンゲットだぜ。アメリカの高校生だ。今日は貴様に女の苦しみを味わってもらおう。イエスと。私は女の痛みを知り。ちょっと待って、なんか鉄腕のトモみたいになってるじゃないか。何だろう、なんで、なんでだろう。女が妊娠してようがなんだろうが好き放題できていいよな。何にも抱えてないじゃないか。何にも抱えてないじゃないか。抱えてないであります。申し訳ない。今の苦しみを貴様に味わってもらう。まずこれを背負え。これは推定7キロある。私が今抱えている重さだ。 MacBook Pro が2枚入っています。そんなことありますか。羊水の重さはおよそ3キロ。そして私の子供は今2キロ。そして胎盤の重さを加えて約7キロが私の心にはここに、まあ、私のぶら下がっていることになるんだ。まあちょっと7キロは超えてるかもしれないが、おっぱいの大きさも踏まえている。おっぱいは片側で800g。ちょっとめちゃめちゃ重いっす。ではまず手首をガムテープで固定させていただく。それは関係なくないですか。女の人は毎日こんな感じなんですか。ああそうだ。でも足も縛られているような。男が生理の痛みを知るには、足の付け根あたりを思いっきり押して、そこに体重をかけると、生理痛の時のあの、ズーっていう痛みがわかるんだ。レベル1、生理痛の痛みだ。手を上に上げろ。頭を打ち抜かれたのか。はい。望みは何だ。股関節を押させろ。さっさとやれ。ぐわこれが生理痛だ。今のなんかまだ序の口だ。いいか、次は四つん這いになれ。貴様のケツの穴からこのモンスターボールを押し込んでみろ。私はポケモンではありません。生理痛の時をする時と同じだ。なるほど。嫌だ、なんか痛いじゃなくて、そうだ、うわーって感じ。もう一回だ。いくぞ。うわー痛いというより不快感とか、そうだ、違和感の方が大きいんだ。最後ですか。そうだ、レベル3。今から貴様のをこれで潰す。これは陣痛の痛みを表現するもの。強く握り潰す。女の出産時の苦しみが男にも分かるということらしいわ。しかもゆっくりとじっくりと潰すの。金玉バサミ、仕方を受け止めます。やっていこうと思う。行くぞ。私は中学3年生の頃、隣の席に座っていた男のを蹴っ飛ばしたことがある。そいつは私がを蹴っ飛ばした瞬間しゃがみ込み、その後ジャンプをして半分泣きながら教室を飛び出ていった。よくわからなかったが、かなり痛かったらしい。男の間でそういうことをやる女子を魔王と呼んでいる。がっつり挟んでます。あー怖い怖い、怖すぎる。行くぞ。来い。もう第2子は作れません。この痛みに耐えるのかと思ったら、女を粗末にしてはいけないなと思うだろう。思いました。私は命を懸けて子供を産むんだ。もしかしたら万が一の可能性で私が命を落とす場合もある。そんな時私の息子を頼んだ。大丈夫大丈夫、きっと何もかもうまくいく。愛してる。
りにしよう。どうやって終わりです。そう。